しも来ない方だ。青くもゆる星のようだ。どこへ行き何を見よう。僕らは変わってしまうけど。知らないとかを元気で吐いくつある悲しみにさじを投げてきたんだい。昔より今、今より未来を好きでいたい。次第にものの価値観は変わった。擦れた分だけ大人な気がしてた。嘘も裏切りも愛想のようなモンスター。ある朝起きたら部屋にトカゲがいた。先に沈黙を破ったのは、我が輩はノイ・クレザント卿。この星を滅ぼさんと企む悪の魔法使いより姫をお守りし、世界を滅亡から救うため馳せ参じた騎士である。貴公の力をぜひともお借りしたい。ドハッ何すんじゃこのラギャ。滅亡の危機なんだぞ。混乱する気持ちもわかるが、現実から逃げたところで何も解決はせん。まずは受け入れろこの状況。状況、地球の危機を救うべく現れたトカゲの騎士が日本語で説教し始めた。に何をするのだ。やめろ。よし、その持ち方おろさんか。動物に上下関係を理解させるにはこのように吊るし上げるのがいいと聞いた。なんたる屈辱。我が輩は騎士だぞ。子犬のごとき扱いなど許されん。なあクレザント卿よ、ここは僕ん家だ。そして兄を我が城に招いた覚えはない。とっとと森に帰るんだな。今や地球の運命は我らが双剣にかかっておるのだぞ。貴様も騎士なら役目を果たすが当然の責務であろう。男なら戦って死ぬも本懐。我が輩と共に戦い、星の未来をつなぐ礎となろうぞ。たく、何なんだ一体。どこへ行く。やばいな、レポートの締め切りに追われてるせいでおかしなものを見るようになっちまったのか。独り言に幻覚とは危うい精神兆候だな。根を詰めすぎぬ方が良いぞ。ああそうだな、それも相手がトカゲと来る。うわっ。我らは一定以上離れられぬのだ。おい雨宮、どうしたその顔。随分な男前じゃないか。トカゲが見えてない。僕にしか見えないってことか。朝比奈先生の講義に遅刻はなるまいと道を急いでおりましたところ、不意に飛び出してきたトカゲを踏みつけ転倒し、
このありさまです。トカゲは死にました。それは災難だったな。トカゲちゃんと供養したか？いえ、霊になって取り付いてます。ヒサミちゃん、デポできた。お、えらいな。どれどれ、わかったか。我が輩の姿は他の者には見えんのだ。はあ、考えたくはないが、診療内科あるいは脳外科に行く必要があるな。はあ、そういう疑いを持っているのか。ならば右手を見てみよう。なんだこれ、いつの間に。その指輪に意識を向け、力の発現を念じてみよう。お、なんか出た。何？え、違った？いやいや、合ってるが、まだ説明が。あー、なんか面白いな。これ売ったらいくらになる？騎士の魂をいきなり金に変えようとするな。それが掌握領域だ。そのうちに含んだものに念動力をかけることができる。あー、それらしい話になってきたな。おい、慣れないうちからおかしな使い方するな。アマミヤ、一人で何やってんだ。転んだダメージで妄想傾向が倍化されたのか。先生、ツッコミが痛すぎます。本当に大丈夫か、怪我。ちょっと見せてみ。なんだよそのムーブ。あんまりぼーっとしてんなよ。レポートの締め切り過ぎてるのだけは記憶に留めとけ。じゃあ、トカゲの霊によろしくな。自分は海先生だな。どっかの大学で飛び級した菜園だよ。ところで、クレザント教養。なんだ？これは人体を動かすくらいの力は出せるのか？無論、慣れれば地に触れず、己が体を移動することも可能だ。人を殺したりだとかは？貴様、何を考えている？見たか。さあ、特に言及すべきようなものは何も。ほくろとかありふれてますしね。ほくろ？マミヤ！失礼します。覚えとけ！悪を倒すための神聖な力を何だと思っとるんだ。くぬくぬ。我らが使命を真実だと納得できたか。どうかな。では本題に入ろう。まず我ら獣の騎士、その主たる使命は二つ。敵である魔法使いより先に姫を見つけお守りすること、そして敵と戦いそれに打ち勝つことだ。それには掌握領域の扱いに通行し。設定の説明中申し訳ないが、僕は手伝わないぞ。そうか。ってなんだと。聞いてりゃ人の領消滅戦いに赴かせるつもりらしいが、進んで死にに行くやつがいるか。お前は自分が生きる地球を守りたくはないのか。そんな大役学生に押し付ける方がどうかしてるぞ。つうか地球がどうとかスケールでかすぎなんだよ。勝てない喧嘩を他人にやらせようとか、お前は悪魔か。貴様一人に戦わせるわけではない。仲間の騎士たち、人間は全てクズだ。敵を作るな、腹を刺される。味方を作るな、背中を刺される。じいさん。ああ、仲間いんのか。ならなおさら僕が参加する理由はないな。他の皆さんで仲良く戦ってもらおうじゃないか。貴様。お前はその辺で地球の運命を指をくわえて見届けるがいい。悪魔が来たな。それ、さっき僕が言った。地球がピンチなのだぞ。
こんなに天気はいいのに人類は滅びるのか。おっと、僕のお腹も滅びそうだ。ゴミに行こっと。お前まだついてくんのかよ。おかしい。何が。我が輩がこのような臆病者のもとに使わされるなどあるはずがない。もう諦めろよ。まだペットとしてのお役目が残っているだろう。今さらだが僕は雨宮夕日、主人の名前はしっかり覚えるように。誰がペット。どうした。敵だ。敵なんだ。敵の殺気だ。逃げろ。捕まったら死ぬぞ。逃げると言っても何からどこへ。貴様がろくに人の話を聞かんから。人じゃなくてトカゲだ。言っとくけど僕は戦わないからな。当たり前だ。1対1じゃ勝てるわけもない。奴らと単独で戦えるのは騎士の中でもインビンシブル、グレスベルグ、ユニコーンの3体のみだ。お前はそれじゃないのかよ。見ての通り我が輩はただのトカゲ。そんなんでよく他人に地球救ったとか強制できるな。気配が近い。もっと急ぐんだ。このお気楽トカゲが無茶ばっかり言うな。上だ。上を目指せ。止まるな雨宮夕日。走り続けろ。来たぞ。あれが泥人形。敵だ。小悪霊票移動に使うと。さて逃げるんだ。死ぬ。その指は姫。トカゲやないか。姫、あの子が。姫、ありがとうございます。助かりました。うわぁ、しゃべりトカゲや。見てください、姫、あいつ。あれ、お隣さんやん。どうも、雨宮夕日です。あの男ひどいのです。騎士であるにもかかわらず地球の運命などどうでもよいと抜かしおりました。まあ、いきなり地球がなんて言われてもピンとこへんわな。姫ってのもピンとこないけど。あ、私朝日奈さみだれ言います。なあ、聞いていいか。なんで関西弁なんだ。気になるんそこ。